インターチェンジ、インターチェンジとは、複数の道路が交差する、または近接する箇所において、その道路の相互を連結するランプを設けて、これらの道路を立体的に接続する構造の施設である。本線道路へ接続される流入口の道路、ランプは一方通行で、そこで車は十分加速して、本線の交通の流れにスムーズに交流できるような構造となっている。 高速道路は一般の道路とは異なり沿道制限が行われ、インターチェンジと呼ばれる特定の地点からのみ出入りが許されるシステムになっている。インターチェンジの配置は高速道路の機能と効用を効率的に発揮させる最も基本的な問題となる。日本、ドイツ、アウトバーン、フランス、イギリス、韓国ではほぼ同じようにインターチェンジごとに不満されるが、 フランスではジャンクションには番号が振られない。また、日本とイギリスでは一般道からのインターチェンジ入り口にも番号が振られた案内標識が存在するが、ドイツ、フランス、韓国の入り口案内の標識には番号が入っていない。イタリア、アウトストラーダにはインターチェンジ番号自体がなく、地名のみで案内している。インターチェンジ形状にはすべての車線で、 平面交差を許容しない完全立体交差型と一箇所以上の平面交差を容認する不完全立体交差型に区分できる。前者の代表格がトランペット型や Y 型で高速道路相互、または高速道路と一般道路との接続に多く用いられる。後者の代表格がダイヤモンド型や平面、Y 型で高速道路と交通量の多くない一般道路。 あるいは一般道路同士の接続に多く用いられる。前者は後車に比べて安全性が高いが、用地面積や構造物を多く必要とするため、コストは高くつく。日本では設置スペースが比較的小さく済むトランペット型や Y 型が多い。基本的には一般道路の幹線道路に準じる。ガソリンスタンド、駐車場を備えた飲食店、ファミリーレストラン、 ドライブインなど、など乗用車の利用者向け店舗が多い。また娯楽施設として、ボーリング場、パチンコ店なども見られる。自動車販売店や、インターチェンジの物流機能を期待して、工場、倉庫、トラックターミナルなども多い。この他に、特徴的なものとして、ラブホテル、またはモーテルがしばしば見られ、多数立地することも多い。特に周辺部が、 文教地区や住宅地である場合、風気や教育環境を乱すとして、トラブルも起きる。自動車の増加による騒音、大気汚染などの他にこのことが、インターチェンジ建設への反対要因となることもある。観光地周辺のインターチェンジでは、土産物の店舗も多い。その他、近年では、ショッピングセンタースーパーマーケットなど、ロードサイド店舗の集積による、 大規模開発もしばしば見られる。特に無料道路においては、サービスエリアやパーキングエリアの代替として、道の駅、コンビニ、飲食店などをインターチェンジ周辺に設ける箇所もある。日本でのインターチェンジは、その多くが道路法、昭和27年6月10日法律第185号第48条の3に定義された自動車専用道路の部分を道路、 軌道、一般自動車道または交通のように共する通路、その他の施設と交差させようとする場合の当該交差の方式に規定された立体交差となる施設であり、インターチェンジの所属する道路の道路管理、国土交通省、道路管理会社、都道府県等が管理指名称等を決定している。道路構造例では第一種と第二種の道路は、 他の道路との接続はランプで接続しなければならない。ただし、本線車道の相互での平面接続は可能である。交差は、負荷が、実際としては交通障害にならないような連続する、構造がもっぱらである。高速道路での左右ルートへの分流、合流する箇所など、道路立体交差のうち、ランプが複数ある構造の施設が、インターチェンジ構造の施設であり、 そのインターチェンジ構造の施設の一部にインターチェンジと名称が付けられている。ジャンクションとはインターチェンジ構造の施設であり、構造上では何らインターチェンジと変わりはない。名称は立地する都市名や自治体名などの地名を付けるのが一般的。しかし、同じ都市にインターチェンジが複数ある場合などは、京都南。 京都東のように地名の後に方角などをつけて区別する。これは日本の鉄道駅の名称の付け方、西青山駅、東青山駅とは逆になっている。また、二つの自治体にまたがるなどして設置されたインターチェンジは名称確定時に両自治体間で衝突が発生することがある。そのような場合、二つの自治体名を連ねて名称とすることが多い。 上演 IC など。さらに、インターチェンジ名の重複が起こらない用語から作られた、インターチェンジ名称を設定している。北陸道の朝日インターチェンジと伊勢湾岸道の三重、朝日インターチェンジのケースなどがある。ただし、高速道路ファン手帳の著者さだけによる調査によれば、奈良県大和郡山市の西名半道郡山、インターチェンジと福島県郡山市の東北道、 郡山インターチェンジは重複している。計画段階においては、主に立地する自治体名や接続する道路名などが仮称として用いられ、開通間近になると確定される JCT なども同じ。その他、自治体名の変更や施設自体の変更により変更される場合がある。また、開通後の名称変更は原則的に行われないが、中には例外もある。 日本の高速道路においては、インターチェンジ、入り口、出口及びジャンクションに、起点から終点に向けて、連番でナンバリングを行っている。基本的に、起点、東名高速道路、中央自動車道、東北自動車道などの重貫道では最も東京に、地下や IC、支線では重貫道から分岐するジャンクションが起点とされ、支線の場合は、ジャンクションの隣の C から、 一番が振られることが多いから終点に向かって番号が振られていくが、開通当初より設置する計画があるが供用が遅れる場合に、その施設を一時的に欠番とする。例えば東名高速道路の合わせ、起点の東京 IC の次は、東名川崎インターチェンジであるが、その間に、東京外角、環状道路との JCT の設置が予定されているため、番号は一番から三番に飛ぶ。 幹線の道路から分岐するためあえて終点から番号を振る。北陸自動車道、長崎自動車道など、全線開通すると、環状道路となるため投資の番号が振りにくく、ジャンクションを過ぎることで、インターチェンジ番号を繰り上げる、首都圏中央連絡時車道及び、東京外環自動車道などの例外も存在する。道自動車道では、以前は、 都心の札幌を中心として南北に伸びる形になっているために、他の路線とは付け方が大きく異なり、札幌 JCT 開通当初は、札村自動車道と接続されていなかったことからおけがなく、後に設置されたために、番号は1番ではなく1から1だったのとなりの IC から南北方向にそれぞれ振られていたが、2018年、平成30年12月に、 大沼公園 IC の6から市別県部地 IC の48まで連続した番号に変更することが発表された。欠番がない既存のインターチェンジの途中区間にインターチェンジが追加された場合、その都度番号を振り直すのは大変であるため、ハイフンを用いて枝番としている。ただし、旭川紋別自動車道愛さん上川 IC。 関越自動車道赤木インターチェンジ塩沢周知インターチェンジなどのように追加 IC ではないにも、かかわらず例外で枝番が振られた例がある。さらに追加された場合は枝番が大きくなるが、小さい数字の側に追加された場合、番号が振り直される。例、常磐自動車道流山 IC は、当初、1から1だったが、IC 番号、1の三里インターチェンジとの間に、 三里料金所スマート IC が設置されたことにより、1から2に振り直された。また、枝番においても追加設置計画がある場合、あえて欠番にしておくこともある。例、IC 番号、5から1の中国自動車道神戸 JCT が開通する前より、神戸三大インターチェンジの番号は、5から2だった。将来的に本線が延伸された際に備えて、 接続する支線に枝番を振る例もある、長崎ラみインターチェンジから分岐する、長崎バイパスなど、後に、長崎自動車道本線が開通した、既存のインターチェンジがダイヤモンド型であり、その間にジャンクションなどの他の施設が追加された場合に、枝番を振る例もある、札幌 JCT のほか、キヨス JCT、東海ジャンクションなど、他の道路と接続がない場合、 接続されるまで、インターチェンジ番号が振られないこともある。また、後から機械通区間の番号が新機械通区間に合わせて振り直されることもある。ウサベ別府道路な。なお1972年頃までは明確な番号割り当てルールがなく、各路線ごとに番号割り当てルールが決められていた。また、ここでいう、インターチェンジ番号は、料金書番号とは異なる。 1998年9月の道路法改正により、高速自動車国道または自動車専用道路の連結路付属地、インターチェンジの敷地に、食事施設、購買施設その他これらに類する施設、これらは利便増進施設総称されるの事業者を公募して、専用料を徴収した上で専用を許可できるようになった。同年12月、 沼田インターチェンジと袋インターチェンジにおけるコンビニエンスストアの開業を皮切りに各地で事業化された。有料道路のインターチェンジには料金所や検察所が設けられることが多い。料金所の種類としては友人によるもの、係員が発見、料金の徴収などを行うもの、ETC 設備によるもの、何らかの機器により自動で発見、料金徴収を行うものがある。 また、高速バスのためのバス停やサービスエリアやパーキングエリアと併設されることもある。積載物重量制限を超過した大型車両などを高速道路へ乗り入れさせないため、インターチェンジの料金所の手前には軸重量計が設置されており、重量制限オーバーの化石再車両を1台ずつチェックシール。検問に引っかかった化石再車両は、 一旦料金所のゲートを通した後で隅に寄せ、そこで設置された重量計で再チェックを受けて、超過車両は一般道へ再び返す仕組みである。ただし、制限を超える積載物を運搬したい場合は、道路管理者の特別な許可を得ていれば、通行時間や運行速度の制限を受けることになるが高速道路に乗り入れて通行することができる。出入り口を増やす。 社会実験として2005年より SA や PA などに ETC 専用の出入り口スマートインターチェンジが設けられており2009年1月現在31カ所が実験期間終了後に高級化されている一般的にインターチェンジは高級運用を前提として設置されるが短期間数ヶ月数年の共用を目的とした仮出入り口として設置される場合がある 主に未開通区間や長期通行止め区間が存在する際、末端インターと市街地もしくは最速ルートとなる一般道が離れている場合等に利便性改善のために設けられる。また、国際科学技術博覧会、科学万博の開催に伴い一時的に開設された例、常磐自動車道や食べ借り出口もある。一定の期限、 開通や通行を止め解除が来ると閉鎖される場合が多いが仮出入り口から正規インターチェンジに昇格する場合もある。アメリカでは約 5km の間隔でインターチェンジが配置されている。アメリカの高速道路、ハイウェイの場合はインターチェンジ、出口及びジャンクションに基本的に週ごとにマイル数、マイルポストに対応する数字でナンバリングを行っている。 同一インターチェンジに複数出口があるときは数字の後にアルファベットが付けられる 01a1 バイト。アメリカは日本より圧倒的に面積が大きく道路の路線延長も長いためこのような不満であると途中に追加されても基本的に振り直しの必要がない目的地までの距離がある程度わかるなどのメリットが生じる。なお、 IC 入り口の案内標識には路線番号が付けられているが IC 番号は付けられていない。1935年のアウトバーン建設の際に一般道路との接続施設は平均 10km の間隔で設置することとされた。戦後インターチェンジの数は増加しドイツでは約 7km の間隔でインターチェンジが配置されるようになっている。ドイツではインターチェンジ 出口及びジャンクションに起点から終点に向けて連番でナンバリングを行っている。フランスではインターチェンジ出口に起点から終点に向けて連番でナンバリングを行っている。イギリスではインターチェンジ入口出口及びジャンクションに起点から終点に向けて連番でナンバリングを行っている。韓国ではインターチェンジ出口及びジャンクションに起点から終点に向けて 連番でナンバリングを行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。